はいえー、ホワイトベース管内放送です、はい、私が今ここに持っているヘルメットさてこれは何のヘルメットでしょうかよくここに置いてあるやつですはいはい、ね、反射体が入ってますね何のヘルメットでしょうかはい、えー、と答えはですね一般的に売っている普通のヘルメットですはいこれ Amazon で買えます またアマゾンかよと思われるかもしれないんですけど、これね、どこ製かなえー、っとね、んっと、真田、真田科商店、マッハ、日本製って書いてある。はい。これ、あのー、郵便局とかで使ってるイメージがありますね。あの、ね であとなんか、あの多分勝手なイメージで警察が使ってると思ってる人もいるかもしれない。でも、これかぶってないですよね、今ね。今ってうか、前もこんなのかぶってなかったような気がするんですけどね。これの長所っていうのは、本当に安いんです。ただそれだけ。あのコスパ良し。で、125cc 以下で、えー、使用って、ここに書いてありますね。書いてあります。はい。ね、書いてありますので、えー、とそういう営業バイクではあ使うことが。 できるや,やつほんとただそれだけなんだけどおそらくあのこのイメージで多分サムネから来た人もいると思うんですけど、あのー、警察が使っているヘルメットをなぜこいつが持っているんだ入手したから自慢したいと思ったんじゃないかって多分思ったと思うんですよ思った人もいるんじゃないかなもしかは郵便局の、あのー、全くそんなことはないですはいこれ実は2つ持ってますはいこれお客さんからもらいましたはい あの新品なんですけど、ただそれだけなんですね。で、何が言いたいかっていうとですね、人のイメージとかっていうのは、もう本当一瞬で決まるもので、運転中なんかだと、本当、あのー、認知して判断するまでっていうのは、まあ、1秒か2秒もないみたいなんですよ。で、その中で、ぱっと判断して行動を決めてます。はい、でそそのののの行動そのものの中には 緊張感が上がる下がるっていうのもやっぱあるんですね注力が上がる下がるっていうのもやっぱあるんですねだからよくあのー、夜走ってるとその反射でのこうなんか、ね、タスキみたいなのが書いてあったりとかしてドキッとするようなものを作ってあるじゃないですかあれをすると強制的に注力が換気されるからなんですよねだから。 あの我々ライダーがですねあの、より進んで、いろんな人の注意を喚起させるような格好をして、安全運転をしたらあいいんじゃないかなと思ってます。はいあのまあ、事故は、ね、ない方がいいと思うので、もう初心者マークつけるとか、スピード落としましょうなんかね、生ぬるいこと言ってるだけだとね、誰も言うこと聞かないですよ。で、そういうのじゃなくて、もう強制的にこうガツンとこう目が覚めてしまうような。 あこう、ギミックっていうのはね、非常にこう、必要なんじゃないのかなと、えー、僕はあ思っています。はい。はい。えっ、ー、と、それだけの雑談なんですけども、えっ、ー、と、都知事選、はい、あのや始まってますねあの。ぜひ行ってください。えー、東京都の方、よろしくお願いします。で、あの、誰に入れても構わないんですけど、はい。誰に入れても構わないんですけども、 えー、ここでねこう、誰に入れろ、これに入れろっていうことはお、おそらく良くないことだと思うので、僕の口からは言いませんが、メディアが進んで報道している人たち以外にもですね候補者がいますので、えー、ぜひですね、いろんな話を聞いた上で、自分が一番この人に都政を任せたら面白いかなと思う人に、えー、投票するのがいいでしょう。 ちなみにあの小池百合子氏は、あの公約をほぼ達成していません。えー、達成しているものといえば、まあ、あの殺処分ゼロですね。まあ、これはありがたいことではあるんですけれども、それ以外の公約については達成してないんですね。でしかも、あのー、東京都の新築には、ソーラーパネルを強制的につけなきゃいけないということも、あのー、決めちゃいました。まあ、全部ね、小池百合子が決めていることじゃないんだけど、おおよそその、都民にとってプラスなことっていうのはですね、あまり思いつかないんですよね。なので、えー、僕は、 ああの僕が入れるとしたらメディアで出てくる3人以外に入れます。はい、なので、えー、ぜひ東京都にお住まいの方はあ都知事選に行きましょう、えーと。期日前投票もできますので、えーとね、あの期日前投票は。 会場があるらしいですね。投票日そのものはあ7月7日になっています。えー、午前7時から午後8時とありますけれども、それ以外の時間帯でも行けますので、えー、ぜひ行ってください。えー、っと、ほんとね 今、結構、東京都というか、まあ、日本の国全体が割と危ない状況にあると思っておりますので、えー、自分の身は自分で守るで、それ以上のところの部分もそうなんですけれども、小さな力であってもですね、えー、国の祭りごとに対して興味関心を持っていくことが大事じゃないかなと思いました。はいえー、というわけで、えー、雑談させていただきました、はいえーと。明日は私、撮影で遠くに行っちゃいますので。 えー、だからなんだ。<laughs> です。はい。えっ、ー、と、あとあの、メガネイベント、今あの、計画してます。来月の、えー、27土曜日かな、7月ですね。はい、えーと。計画しております。で、あとですね、あのー、壮行、壮行会ですね、イベント、あります。 えと8月19日なんですけど、アポロジックさんとコラボしますので、えー、ぜひそちらも来てもらえるとのなと思います。詳しい話また今度やりますのでよろしくです。はい、では、失礼します。